陳太郎正樹 JR 奈良駅前店の森岡です。今回ご紹介しますのは、奈良市三条境町にあります 3LDK タイプのマンションタイプのお部屋のご紹介です。それでは一緒に見ていきましょう。まずこちら、LDK の方ですね、大変広い、そしてまた、床の方もご覧いただいてますように、とても綺麗な、床材が張られてます。そして奥の方には6畳間の和室が、続きまであります、はい、で収納も1軒半ほどしっかりとありますので、収納は十分いけるんじゃないかなと思いました。そして、ベランダの方ですね。ベランダも、大変5メートル6メートルぐらい広い出幅ですけども、何よりこの東の面ですね、バルコニーということで、はい、そこちょっと止まってください。見えますでしょうか。ご遠方の方、奈良県外の方にはすごく人気 の、 若草山なんかがね、東向きのベランダで、見えますので、そんなもチェックしてください、はい、それでは次に、水回りちょっと見ていきます。はい、どうぞ。キッチンの方もね、大変広い、配置もしやすい、キッチンになってますので、ぜひとも現地で一度お部屋の中で見てください。それと洗面所と奥の方にはお風呂ということで、はい、これちょっと撮ってください。お風呂に窓なんかもちょっとついてます、はい、それとトイレですね。はい、大丈夫ですか。それと両サイドに洋間が2つあります、はい、三条檜間、すいません、三条境町は、新大宮駅も使えますし、JR 線大和路快速も使えますし、それから関西スーパーとかデイリーとかコンビニはローソンとかもういろいろありますので、歩いて10分も歩いてもらったらもう大体揃うというふうに思ってもらっても結構かと思います。はい、で、このお部屋は、駐車場1台込みということになってますので、そのあたりもポイントとしてご検討ください。はい、奈良のおもてなし奈良心、陳太郎正樹 JR 奈良駅前店の森岡がお送りいたしました。ありがとうございました。